第一次ポーランド分割は1772年に行われたポーランド・リトアニア共和国の最初の分割。すでにロシア帝国の属国と化していたポーランドは中東王の勢力均衡を図ったロシア帝国、プロイセン王国、ハプスブルク帝国によりその領土を参拝された。ポーランド軍はこうした隣国に抵抗できるだけの軍事力を持っておらず、 また三国軍が迅速にポーランド洋を制圧したために、ポーランドは1773年に分割政務を開き、分割を承認せざるを得なくなった。17世紀後半から18世紀にかけて、ポーランド・リトアニア共和国はヨーロッパ有数の大国の地位から転落し、ロシアの保護国になり下がった。これはロシア皇帝が積極的かつ効果的に、 ポーランドの国王自由選挙や政務に介入していった結果である。例えば1767年に開かれた政務はロシア大使ニコライ・レプニンに完全に支配され、後にレプニン政務と呼ばれるようになった。第一次ポーランド分割はロシアの慎重に伴う周辺国の勢力均衡策により発生した。ロト戦争でオスマン帝国を圧倒しつつあったロシアは、 モルダビアやワラキアへの領土的野心を持っていたハプスブルク帝国を脅かした。この時点でハプスブルク帝国は戦争に介入してロシアと関下を交えることすら検討していた。1772年7月のヨーロッパの図ここで両国と友好関係を持っていたフランスが介入し領土保障による解決を提案した。すなわちハプスブルク帝国は シュレージエン戦争で奪われたプロイセン領、シュレージエンの一部をプロイセンから取り戻し、その代償としてプロイセンはポーランド領となっていたバルミアを回復し、さらにドイツ人住民が多いクールランとゼムガレン公国をもポーランドから獲得するというものである。プロイセンをフリードリヒ2世は苦労して獲得したシュレージエンを返還する気はなかったものの、 平和的解決の模索については興味を示していた。もし、ロシアハプスブルク帝国間で戦争が勃発すれば、プロイセンもロ、ロヒロシ同盟に基づいて、大戦争に巻き込まれることになり、これは7年戦争で、財政的、軍事的に疲弊しきっていたプロイセンが耐えられることでは、なかった。また、フリードリヒ2世は、ロシアと同盟を結んだとはいえ、 その過度な強大化とオスマン帝国の弱体化によるバランス崩壊を望んでいなかった。1770年から1771年にかけての冬、プロイセン王帝ハインリヒがプロイセン代表としてロシアの首都サンクトペテルブルクに滞在していた。この直前の1769年、ハプスブルク帝国は15世紀のルボフラ条約によってポーランドが管理していた。 スペシュ軍13子を併合していたので、ロシア皇帝エカチェリーナ2世とその子も2番、チェルヌイショフはハインリヒに対してプロイセンもバルミアなどポーランドの領土を獲得するよう持ちかけた。この知らせを受けたフリードリヒ2世はハプスブルク帝国プロイセン、ロシアの三国によるポーランド国境地帯の一斉併合を提唱した。 彼は最も勢力が弱まっているハプスブルク帝国が一番大きな分け前を受け取るべきとし、また、ロシアにもオスマン帝国に向けている領土拡張の矛先をより弱体で死に体のポーランドに向けるよう仕向けたのである。ハプスブルク帝国のベンツェル・アントン・フォン・カウニッツは、プロイセンがポーランド領を獲得するなら、代わりに主ジエンを、 ハプスブルク帝国に変換すべきだと主張したが、これはやはりフリードリヒ2世に拒絶された。沈黙の政務以降、ロシアはすでにポーランドを自らの保護国とみなしていたが、ポーランド国内ではロシアの影響力を払拭しようとするバール連盟による戦争が続いて国土が荒廃していた。さらにコリーの農民判断や、 ウクライナコサックの放棄も重なり、ポーランドの国際的地位は下がる一方だった。さらに、ロシアの肩入れにより、ポーランド王となっていた、スタニスワフ二世やウグストは、権力基盤が弱体で、それでいて、独立志向が強く、ロシアは、次第に、ポーランドを保護国としておく価値に重きを置かなくなっていった。周辺三国は無政府状態のポーランドの安定を、 回復するという名目のもとに国境を越えて、ポーランド終焉部を制圧したが、これは明らかに領土的野心によるものであった。ロシアがドナウ公国軍を制圧した後、ハインリヒは、兄フリードリヒ2世やオーストリア大公、マリア・テレジアを説得し、ロシアがオスマン帝国領ではなく、ポーランド領を獲得するという流れを作った。長きにわたって、 リオプロイセンの併合を望んでいたプロイセンによる圧力の末、第一次ポーランド分割が決行された。またこれはオスマン帝国との同盟を画策していたハプスブルク帝国がバルカン半島での領土拡張を断念する代償ともなった。また、ハプスブルク帝国領に迫っていたロシア軍もモルダビアから撤退した。1771年11月3日に、 パール連盟がスタニスワフ二世を誘拐しようとしたことがポーランドが無政府状態にあるという主張とポーランドの国土と市民を保護するという周辺諸国の口実を正当化することになってしまった。1771年までにすでにハプスブルク帝国はスペシオ、プロイセンはラウエンブルクビュートフをポーランドリトアニア共和国から獲得していた。 1772年2月6日には、サンクトペテルブルクにおいて、プロイセンとロシアが合意を結び、19日にウィーンで分割の合意が調印された。またこれに先立ち、8月初頭、ロシアプロイセンハプスブルク帝国軍が、同時にポーランド領内に侵攻し、合意によって割り当てられた領土を占領した。8月5日、三国は、 それぞれの領土獲得を尊重する合意を結んだ。バール連盟軍は以前支援を受けていたハプスブルク帝国の領土から退去せざるを得なくなった。ハプスブルク帝国はロ・ヒロシ同盟に参加し、バール連盟支配下の城塞を攻撃し始めた。1772年4月末にクラックフのバベル城が7月末にトイニエツ城が陥落し、 チェンストホバでもカジミエシュプワスキが抵抗を続けたものの8月に敗れた。最終的にバール連盟は敗れ去り、その参加者たちは国外に亡命するか、ロシアに捕らえられ、シュベリアへ追放された。王たちの契機、1773年に、フランスのジャンミシェル・モローが第一次ポーランド分割を描いた、アレゴリー1772年9月22日、三国が、 分割条約を批准した。これはフリードリヒ2世にとっては大成功だった。プロイセンが獲得した地域は三国の取り分の中で最小だったとはいえ、飛び抜けて発展し戦略的にも重要な地であった。プロイセンはバルミアを含む横領プロイセンのほぼ全土を獲得した。これにより、長らく飛び地同士だった東プロイセンとブランデンブルクが陸続きとなった。 またの手地川沿いのビエルコポルスカ北部、クヤフスキ北部も獲得したが、グダンスクとトルンは奪えなかった。プロイセンは1773年に併合した領土を西プロイセン州とした。全体としてプロイセンは3万6000平方キロメートルの領土と60万人の人口を手に入れた。フリードリヒ2世は直ちにこの地域へドイツ人入植者を送り込み、積極的に ドイツ化を推し進めた。彼は、ポーランドポメラニアに2万6千人のドイツ人を定着させ、当時の約30万人ほどの住民にドイツ化を敷いた。ノテチア、旧王領プロシアでは、人口の54%、都市住民の75%がドイツ語を話す、プロテスタントになった。18世紀には、この状況を根拠として、ドイツの民族主義的な歴史家たちが、 ポーランド分割を正当化したが、これは分割当時の状況には当てはまらない。そもそも、ドイツ文化に対して否定的だった、フリードリヒ二世は、むしろ帝国主義政策を追求していた。プロイセン王国の東西をつないだ、新領土は、経済的にも、重要だった。プロイセンはポーランドから海を奪う形となり、ポーランドリトアニア共和国の対外貿易の8割以上を、 支配するようになった。ここに交換税をかけることで、プロイセンは、ポーランドリトアニア共和国の崩壊を加速させた。マリアテレジアの反対にもかかわらず分割に参加した、ベンツェル・アントン・フォン・カウニッツは、オーストリアの獲得量は保証として十分だと考えていた。分割に、最も消極的だったにもかかわらず、結局、ハプスブルク帝国は三国で最大の人口と二番目に、 広大な領土を獲得した。その内訳は、ザトル、オシフィエンチム、クラクフ県やサンドミエシュ県の一部とボフニャや、ビエリチカの沿行山を含むマオポルスカの一部、クラクフを除くガリツヤ全土である。ロシアが獲得した北東部は広大とはいえ経済的には最も価値が低かった。ロシアが得たのは大まかに、ダウガバ川、ドルト川、ドニエプル川の東側で、ビーツプスク、 ポラツク、ムスチスラウを含むベラルーシも併合した。ロシアは9万2000平方キロメートルの領土と130万人の人口を手に入れ、一部を、ノブゴロド県の一部とし残りの地域にプスコフ県とモギリオフ県を新設した。1772年5月28日、ザハルチェルヌイショフが新領土の総督に任命された。 元々7七十三万三千平方キロメートルの領土と千四百万人の人口を要していたポーランド・リトアニア共和国は第一次分割によって二十一万1平方キロメートルと四百万人から五百万人を失った。霊端、あるいはポーランドの長楽、ヤンマ帝国による千八百六十六年の油彩が二百八十二 x 四百八十七センチメートル。 ワルシャワ王宮所蔵巨大な領土拡大を果たした三国は、ポーランド王スタニスワフ2世やウグストに対し、政務を開き分割を承認するよう要求した。スタニスワフ2世やウグストは、西欧の介入を頼んで、政務開催を渋った。しかし、各国の反応は極めて冷淡で、分割に反対の声を上げたのは、エドマンドバークラ少数だった。 ポーランドに救いの手が差し伸べられることがないまま、三国の連合軍がワルシャワを占領し、政務開催を強制した。ロシア施設の夫マグヌス・フォン・シュタッケルベルクは反対すればワルシャワを破壊すると言って上院議員たちを脅した。処刑、領地没収、さらなる国土分割など様々な脅迫が行われ、一部の上院議員はロシア軍に逮捕され、 シベリア流刑となった。ポーランドの政務区は、政務に出席する、下院議員の選出を拒否することで抵抗した。結局、通常の半数以下の議員しか集まらない状態で、政務が開催された。議長は、ミハン・ヒエロニム・ラジビュート・アダム・ポニンスキーだったが、後者はロシアに買収された、多数のポーランド貴族の中の一人だった。 この時の政務は分割政務の名で知られている。自由拒否権の行使を阻止するため、ポニンスキは通常の政務から連盟政務に移行させ多数決を導入した。これにはタデウシュレータンやサムエル・コルサク、スタニスワフ・ボフシェビチラ一部の人物が激しく抵抗したものの、結局上院で高い地位にいたポニンスキ、ラジビーブ、アンジェ・ムージェオフスキ、イグナツヤク・プマッサルスキ、 アントニ・カジミエシュをストルフスキラに押し切られた。政務は30人に委員会を設立し、1773年9月18日、この委員会は条約に調印して、失ったすべての領土に対する請求権を放棄した。英この絵には、ポーランドと分割に参加した三国の君主が描かれている。左端は、エカジェリーナ2世、右端は、フリードリヒ2世で、 それぞれ自分の分け前を要求している。中央右側のヨーゼフ二世は自分の行動に少し弾いているように見える。そして中央左には自らの王冠を必死に守るスタニスはフ二世、アウグストが描かれている。彼らの頭上にいる平和の天使は18世紀の文明化された君主たちが戦争抜きで妥協を成立させられたことを祝福している。この絵は 当時非常に評判が悪く一部の国では反復を禁じられた。ありがとうございます。